どうも。息子の自転車を3年前に購入したんですが、その時に何かあってはいけないと思い、自転車の保険に入ったのに、お店が去年閉店して知らなかった森俊です。そう、これがマジなんだって。その場所には今も自転車屋があるから、同じお店だと思ったら違ってたんだって。もうだな、驚き桃の木三本の木だよね。それ合ってるって？知らん。いやいや、ミスター味っ子は大人気だった料理の漫画。そうそう、アジアジさんねって、違う、ミミンさんだね。そうだね、アジミさんとも読めるけどね。調理中も撮影させてくれるなんてありがたいよね。はい、うまいです。いやいや、エロいねじゃなくてエモいねでしょ。あ、前の人、あの、知ってます、知ってる方でした。さっきちょっとちらっと見ました。はい、はい、知ってる人だった。知ってる人でした。なんか富士の車の東京におるとかって仕事で東京なのかな、横かなんか。あ、多分豊川でいろんな動画上げてる人、うん、豊川でやめてるな、その人。はい、はい、だけど東京がどうのこうのってそれでね、はい、豊川ナンバーじゃなかったの。あ、そうですか。静岡の、あれ、ほんじゃ富士一人じゃないんですか、他に。今夫婦で来た人、その人夫婦じゃないよ。あ、そうですか、うん、あ、ほんじゃ違う人ですね、うん、じゃあここじゃないよ。他の人もじゃあこの店あげてますよ。どう、 YouTube に上がってます。ほんと、はい、全然知らない。はい、じゃあもう一回見てみます、うん、そう、なんかね、東京の会社なんだけど、はい、この辺の友達と一緒に見えて、その人から撮っていいって私に依頼があって、はい、あ、全然私映さなかったらいいですよって言って、はい、そんな感じ。そうなんですね。だけど見てる人は見てるけど、知らない人は知らなかった。だからなんか私もよくわからんじゃないですか。あ、そうなんですか。それでこんな感じ。これがお醤油ね、はい、当店おすすめの醤油だれ、はい、はい、どうぞ、出来上がりです、はい、わかりました。醤油だれで、こっちがソース、ソースね。あー、わかりました。はい、わかりました、ありがとう。いやいや、裏物って言ったら下ネタだぞ。これは裏話ね。